はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、マギストスと召喚獣を合わせました。召喚獣マギストスのデッキ紹介となります。今回ね、マギストスと召喚獣を合わせたのですけれども、まあ、前もね、ドラグマと合わせたデッキを紹介したのですが、まあ、マギストス自体が何かしらと組み合わせろと言っているコンセプトというか、構成をしている感じがしています。能力自体がね。単体で組むにはやはりちょっと力不足感があるので、他のカードと組み合わせて初めて息をするという。なので、そのために魔法使い族で全てをね、構成されてるなって感じがしています。ですので、今回はドラグマではなく、こちら召喚獣と合わせてみました。まあ、こちらね、大賢者クローリーなどがあるより、アレイサークローリーというか、多分世界観上も召喚獣と組み合わせなさいっていうような気がするんですよね。ただまあ相性が悪いというところがあるとするならば、通常召喚剣が被ってしまうっていうところかな。使ってて思うのはそのあたりです。召喚獣自体とは非常に相性が良くて、アレイスター自体を何より融合エクシーズ体で墓地のアレイスターを回収できたりとか、そういったこともできたりするし、サンドリオンが光などでメルカバーになれるとかも含めて、めちゃめちゃそういう意味じゃ相性がいいんですね。まあ、これから先通常召喚剣を増やす、マギストスカードが増えたりなんかしたら、もしかしたら一気に化けるかもしれない。このデッキ。はい、じゃあ長々と言いました。まずはメインデッキから、終わってから、クストラデッキの紹介となります。行きましょう。マギストスサンドリオン3枚、マギストスゾロア3枚、マギストスエンディミオン2枚、マギストスクローリーが2枚。召喚師アレイスターが3枚、増殖する G が3枚、ハルウララが3枚、エフェクトレーラーが2枚。はい、モンスターです。次に、魔法カード。暴走魔法陣3枚、テラフォーマーズ1枚、召喚魔術2枚、ゼッカの権限、ブリトラマギストス2枚、聖なる宝典1枚、大いなる魔道が2枚、三賢者の将軍2枚、ルドラの魔道者2枚、墓穴の指名者2枚、禁じられた人しずくが2枚。以上です。それでは、モンスターから、していきたいと思います。お願いします。はい、まずはサンドリオン、このデッキですね。ね、まあ、サーチするカードなんですけれども、ハンドによっていろいろ変わるとは思うんですが、例えば手札にチューナーモンスターがいるとなると、三賢者の書なんかがいいかなと思います。手札からね、ゾロアを特殊召喚することができますし、後続がないよという時はですね、大いなる魔導を持ってきて、即座にね、デッキからアルテミスを装備してサーチをするという感じもいいかもしれません。まあ、三賢者の書を持ってたら大いなる魔導だったりね。で、墓地にカードが溜まってたりするよっていう時は、ブリトラだったりするので、基本的にまあ3枚組むのが、基本かなと思います。まあ、これからリンク2を出せるという部分にも強いかなと思うので、サンドリオンからね、蘇生カードを投げて、で後半になってくるとセレーネ、神聖魔導法セレーネが非常にね、このデッキだとめちゃくちゃ強いカードになるので、リンク2に即座になれるとなると、まあ特殊召喚が容易ですから、このデッキだと。そういう意味も踏まえて、このデッキは3、このカードはね、全ての危険になるということで3枚確実にいると。次にゾロア。チューナーモンスターなので、ですね、前にもね、装備、紹介しました、ドラグマンマギストスの時にも言いました、サベージドラゴンを出すことができるという点と、デッキからすぐに、エクストラデッキからすぐに装備できて、さらに効果発動できるという点。ここが一番重要ですね。まあ、特にね、墓地のモンスターを蘇生できるということなので、アレイスターを蘇生することもできるということ。手札からね、アレイスターを特殊召喚することもできますし、で、召喚魔術がね、あれば、アレイスター通常召喚でないと効果は発動しないんですが、この効果によってですね、まあ、こことここで、シンクロ召喚を行って、バレルとサーベージドラゴン出して、効果でね、墓地のモンスターを装備して、さらに召喚魔術があれば、アレイスターをね、除外して召喚効果をすることもできます。まあ、召喚魔術を素引きしているという前提ですけどね、今。で、エンディミオンとクローリー、ここら辺は2枚、2枚ですね。通常召喚剣が被りつつある、ここは、やっぱ、このデッキの場合だとクローリーの方がいいかもしれないですね。レベル4、手札のね、余ったカードを捨てつつ SS ができるので。エンディミオンももちろん強いっちゃ強いんですけれども、3枚はちょっと多すぎかなと思って2枚にした。で、召喚師アレイスター3枚を持っていきましょう。で、増殖する G、ハルウララエフェクトベイラーかな。まあ、特にエフェクトベーラーは、ルドラの魔導書のコストにもなれるので、最悪ね、最悪できるので。まあ、2枚、3枚欲しい時あるかなーって気はしましたけどね。で、魔法カードいきます。暴走魔法陣が3枚ここで、レテナフォーマーズ1枚、召喚魔術2枚。で、ブリトラが2枚で、聖なる宝典1枚。まあ、聖なる宝典はね、最悪なんですけど、聖なる宝典で、アレイスターを出す、あ、違う、メルカバーを出すことも可能です。一応ね。
ここら辺が魔法使いなんで、最悪ここで出すことも可能なので、覚えておいても損はないですと思います。あんまりやらないけどね、ここ。アイワスがほとんどだと思うけど。で、AO になる魔導がここに2枚。で、3剣じゃの書。3剣じゃの書3枚欲しかった。使ってても思うな。抜くとしたらどこかななんですけど、多分こっちかこっちのどっちか1枚抜いてって感じになると思うか、もう、そうですね、ベーラー1枚抜いてか、もういっそのこと全部抜いて他に突破するからですかね。で、ルドラの魔導書は2枚。ここだとまあ、あれ、もう全部に打てるんで、ここはもう確定で2枚。確定で2枚って言い方はおかしいですけども、2枚にして、今3枚にして、まあ、バテルはいらないわ。なんだ、グリモか。グリモルドラ3枚目もありかなと思います。で、墓穴の侵入者。ね、まあ、メルカバーのコストになるんで、これはもう入れてていいと思いますね。これ、うららがきつい部分はあったりするんで。で、墓、禁じられた人種族。このデッキだと、ハンドに残っているモンスターを墓地に送ることができて、さらにね、例えばゾロアで蘇生したりだとか、ミトラで蘇生したりすることができるんで、これ、かなり相性いいですね。高校から殴りに行くときに、まあ、アレイスターから、召喚獣ね、ブルガトリオ出して、まあ、そこから流れてね、ワンキルしに行くときとかも、ブルガトリオと禁じられた人種族、めちゃくちゃ相性いいんで。はい、以上です。それでは、エクストラデッキの解説にいきたいと思います。どうぞ。はい、それではエクストラデッキの説明いきたいと思います。まずはシンクロモンスターから。ゼッカの鬼神、ゼッカの竜神か。ゼッカの竜神、バフラムが2枚、バレルロードサベージドラゴン1枚、メルカバーが2枚、ブルカトリオ1枚、アウゴエディスが1枚。あー、ごめんなさい。シンクロモンスター3体、ごめんなさい。で、ユーゴモンスター、メルカバーが2枚、ブルカトリオ1枚、アウゴエディスが1枚、バギストス、アイワスが2枚。ですね、ユーゴモンスターが以上です。次にエクシーズモンスター、ミンガルルが1枚。以上です。で、リンクモンスター、アルテミスが3枚、セレーヌ1枚、アクセスコードトーが1枚。です。それじゃあやっていきましょう。まずは、こちら。バフラム、レベル8で出すモンスターなんですけれども、どっちかというと、やはり、まあ、大いなる魔導で装備することの方が多いです。やっぱ、すべてのモンスターが、ネフィリムを貸すのめちゃくちゃ強い。3枚はいらないですけれども、まあ、聖域召喚することはあんまし、個人的な部分で言うんですが、あんまなかったですね。それよりも、やっぱり、大いなる魔導で装備したりとか、あるいは他のね、マギソス下級のモンスターで装備したりすることが多かった。それぐらいにこれは便利でした。で、バレルロード、サベージドラゴンが1枚。ドラゴンマギストスのところでも言いましたね。アルテミスを装備して、バレルロード、サベージドラゴンになって、毎ターンもね、アルテミスを装備しているので、効果発動ということができるという点で使えます。で、ユーゴモンスター、メルカバーが2枚、ブルカトリオ1枚、アウゴリです。1枚ですね。光属性はアルテミスがいるおかげで、ほとんどの場合、供給は可能です。サンドリアンとかね。ただ、アルテミスを除外したくないなとか、バレルロードサベージドラゴンの効果でね、墓地に置いときたいなっていう時では、もうあるてね、アルテミスに変化せずに、フィールド上に置いておくのもいいかもしれません。まあ、サンドリアンの効果で除外したモンスターを戻せるので、メルカバーでね。そういう意味じゃ、メルカバーとかの素材に使ったモンスターを戻せるので、そこまでまあ気にしなくていいかな、リソースはって感じはしてます。で、ブルガトリオ、これ強いっすね。これほんと強いと思う。炎属性がないじゃないかっていうのはあるんですけども、バフラムいるんで特に問題ないですね。もう、大いなる魔導で墓地にとっとと送っておくっていうので、だけでも十分強いんで、ブルガトリオはほんと今の環境最強なんじゃないのっていうぐらいです。プランキッズも使えるし、他には何かな。ああ、そうそうそう、トークン残しているモンスターとか、まあ、僕が一回やったのは、トーチゴーレムの、まあ、展開パターンを2体で止めさせて、相手にね、まあ、増殖する自由って。で、それでワンキルしたことがありました。そういう部分でも強かったりするし、まあ、オルフェゴールなんかも、どうにかして相手の墓地を止めた後は、相手にモンスターがいっぱい並んでいるので、ブルガトリオで始末しに行くっていうことがあったので、めちゃくちゃ強かったです、僕は。で、アウゴエイです。まあ、墓地にアイワスを送っていて、効果発動としても2000アップになるんですけど、融合体を用意するという意味ではマギストスと相性いいですよね。大いなる魔導ですぐに送ることができる。で、アイワス。ここら辺はまあ、大いなる魔導または下級マギストス用とプラスで融合用ですね。召喚魔術でも出そうと思えば出せるっちゃ出せます。手札にね、マギストスが溜まってればほぼ出せるので。で、ニンガルが1枚。墓地回収の効果を使うのって2枚欲しい時あったんですけどね。まあ、もしアルテミス、3枚必要じゃないかなっていう時はニンガルル2枚でもいいかもしれないです。僕はちょっとリソース管理が下手なんでここにやってるだけですけど、
で、アルテミスを考え、僕はちょっとこれ3枚欲しい。で、神聖魔道具、セレーネとアクセスコードとか、もう必殺ですね、このあたりは。セレーネはね、まあ魔法カード多いですから、カウンター6つ溜まって相手ターン中に墓地の魔法使い族蘇生ということもできなくはないです。まあ何よりサンドリオン蘇生して効果使えるっていうのがでかいですよね。はい、以上になります。召喚獣マギストスのデッキ紹介動画でした。使っていてね、楽しいデッキでもあるんですけど、やはりもう一個何か欲しいかなーって気はしてますね。これから先、強化期待しています。コナミさん、お願いしますね。はい、それでは以上です。バクテルでした。また次の動画お会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録並びに高評価、そしてコメントどうかお願いいたします。バイバイ。